メリナ。祝福でくつろいでいると、どこからともなく現れ、右も左もわからぬプレイヤーに対し、怪しい取引を持ちかけてくる女。取引を行った後も、ことあるごとに疲れたプレイヤーの元に現れ、その存在をアピールしてくる。集会を行っている最中、ふと思いついた。メリナをめり込ませたらどうなるのだろう。と。祝福によっては、メリナを呼び出した時に、ちょうどめり込む場所があるのではないか。そう、最初は、ただの好奇心だった。そして、呼び水村の外れ、で、それは起こった。この祝福、咲くと近いな。なんとなく、思った。そう思ったら、いても立ってもいられなかった。めり込まない。そっちじゃないんだ。このメリナ、感づいているのか。しかし、覚えた。プレイヤーから見て、十字の方向にメリナが現れる。と、ならば、ここに座れば。この女、澄ました顔をしながら、柵を避けてやがる。そして取引の話しかしねえ。どんだけ必死なんだ。まだ諦めない。ここはどうだ。おお、メリ込んだ。メリナがメリ込んだ。頭も体もがっつりメリ込んでいる。ダメだ、笑えてくる。わざとなのではないかと思うほど、見事にメリ込んでいる。一種の芸術作品ではないかと思わせる、このメリ込み。思わず、取引してしまった。これも彼女の作戦だったのだろうか。よく見ると、下の柵の部分に乗っているようだ。浮いている。このままレベルアップしたらどうなるのだろうか。Share them with me. Your thoughts. 手が少しずれているようにも見える。Let my hand rest upon you. アンコール。For but a moment. Share them with me. Your 絶妙にずれている。もう一度同じ場所で読んでみよう。再現性あるんかい。 Forgive me. I've been testing you to determine. 試されていたのか。あなたを柵にめり込ませようとしてたけど、エルデンリングにまみえていいの。確かに、戦い続けてたけど、柵と。Torrent had your measure from the very start.トレントも君も見る目がなさすぎる。メリナとメリコムをかけて遊んでいただけなんだが。ということで、検証の結果、祝福呼び水村の外れでメリナを呼ぶと、メリコム。メリコンでも、メリナは淡々と任務をこなす。ということが分かった。ご視聴いただきありがとうございました。他にも、めり込む場所がありましたら、コメント等でお教えください。メリナが、めり込む。このダジャレは流行る。